カデナル左ウィングマルテネッリさん、17試合0ゴール0アシスト。マルティネッリが17試合で0ゴール0アシスト、この成績をどうして無視できるのか？これはリーグ戦のほぼ半分に相当する。2年前のマルティネッリ帰ってこい。マルティネッリ大好きだからこそ現状のプレイがほんと悲しい。1対1絶対決めるマンだったあの頃はどこ行ったのよ。1回ゴール取りさえすれば何かが変わると思うんだけどな。ガチでマルティネッリってユナイテッドいたら死んでたと思う。マルティネッリに1点が入ればこの状況変わると思うねんけどな。守備的ウイングとなったマルチ、親友ビエイラ不在が原因。マルティネッリあれだけ結果出てなくてもファーストチョイスなの、いかにサボらないことが重要か物語ってるな。マルティネッリは守備で奔走するし、どうしても低い位置で受けたりするのがあまり得点に絡めない要因なのかな。1点取れば一気に復調しそうな気がするし、どうか自信を取り戻してほしい。昨シーズンシティ戦で決勝点挙げてるしね、期待してるよ。マルティネッリ批判してる人へ、昨シーズンシティにゴール決めた男誰か覚えてるか。そして次節シティ戦だぜ、応援しようや。マルティネッリよりトーマス・パーチさんの方が深刻だと思ってるんだが、マルティネッリの方はトロサールを使えって感情が大きいゆえの批判だし、マルティネッリよりもジェズスよりもマガランニスが一番ゴールの期待感あってちょっとそわそわする。今の期待感、スタメン組、ヌアネリ、トーマン、スターリング、マルティネッリ、ジェズス。マルティネッリとジェズスっていう守備的フォワード。マルティネッリのひどさが5だとしたらジェズスのひどさが10です。